クリスチャンネルスタート。ヤホスークリスです。はい、今回もね、野菜をパクパクしてるチャモさんから始まりました。はい、もぐもぐしてますね、しっかり。本当に最近はね、ご飯もね、何でも食べてくれるし、健康そうでよかったです。もう本当にね、安心しました。ということで、まあね、自分結構ね、まだ6ヶ月しか経ってないんですけど、爬虫類を飼い始めて。まあね、爬虫類の病院にね、何回か行くことがあったんで、まあ大体ね、いくらかかるのかとか、話していこうかと思います。いやー、やっぱりね、爬虫類を病院に連れて行くのってね、結構ね、温度とか、まあ距離とかね、爬虫類を見れる病院って少ないと思うんで、まあ心配になる方とかもいると思うんで、まあ一応ね、爬虫類の病院に連れてったらどんな検査を受けたり、どんぐらいお値段がね、かかるのかっていうのを、まあ自分なりにね、ちょっとまとめてみたんで、まあそれをね、今回は話していこうと思います。やっぱりね、犬とか猫とかとは違って、まあ、外から見える変化っていうのがなかなか出しにくい種類なんで、まあ猫は、出さないのかもしれないんですけど、まあ、ちょっとね、他のペットのことあんまりわからないんですけど、まあそれでもね、寿命が長い分ね、やっぱ健康に育ってほしいと思うんで、ちょっとね、今回はそれについて話していこうと思います。それでは、行きましょう。はい、じゃあこれでね、話していこうと思うんですけど、チャモさん登場しましたね。もうされるがままですね、この顔は。いやー、じゃあね、爬虫類の病院、まずね、どういうところを選ぶべきなのかっていうのは、もうね、自分は、サイトを調べてね、選びましたね。やっぱり、爬虫類見れるって言われても、あんまり知識がね、ない先生とかもいると思うんですよ。一応見れはするけどっていう。まあ、なんで、サイトとかで多分、過去にね、どんな症例の子が出てきたとか、あと手術をしましたっていう、ログがね、残ってると思うんで、まあ、そういうのを見て、爬虫類もね、ちゃんと対応できてる病院を探すべきなんじゃないかなとは思いましたね。やっぱり自分の家の近くにもね、徒歩5分くらいのところに病院あるんですけど、まあ、そこはね、爬虫類が見れないってことでね、ちょっと遠くのね、病院に連れて行きました、今回も。まあ、なんで、爬虫類を飼う際は事前にね、病院がどこにあるかっていうのは探しとくべきなんじゃないかなと思います。まあ、あとはね、行く前にね、一本電話かけて、爬虫類も見ることができるか、ちゃんとね、確認するのもいいと思います。まあね、こっからはお値段についてね、話していこうと思います。まあ、1個目に診察料なんですけど、これは初診の時だけちょっと多分高くて1500円くらいで、まあね、あとはね、最新料は1000円くらいかかってくると思います。で、まあ、受けるべき検査。自分が受けた方がいいなと思った検査は、まず、検便は、まあ、その日にね、糞をしているんであれば、確実に持っていくべきだと思います。まあ、これもね、1000円ぐらいでやってくれるし、まあ、ね、いろんなことがわかるんで、まあ、検便はするべきなんじゃないかなと思います。まあ、ただ、チャノさんはね、検便、連れて行くときに限ってね、全然出してくれなかったんで、半分ぐらいの頻度でしか持っていけてないですね。で、次に、レントゲンですね。レントゲンは、爬虫類、病院に連れて行くときは、ほぼ、100% 取りますね。で、これが大体、自分が行ったところは5、6000円ぐらいですね。まあ、これはね、ちょっと、爬虫類は、触診だけじゃね、なかなか、わかりにくいところがあるんで、まあ、やっぱりレントゲンを取って、中をね、しっかり、可視化できるようにして、まあ、ね、何が起きてるのかを見ていくっていう感じですね。まあ、これはね、なかなか、まあ、爬虫類を病院に連れてって何が起きたかっていうのを調べるときには必須なんで、まあ、必要なお金だと思います。で、次に自分が今回撮った超音波のエコーなんですけど、これは、まあ、レントゲンよりも結構詳しくみたいな感じで、まあ、あとは中の動きを見たいときですね、に撮るもので、まあ、これもだいたい5、6000円ぐらいだと思っております。まあ、エコーはね、
正直、めちゃくちゃ必要ってわけではないと思うんで、今回自分も初めてだったんで、これまではね、レントゲンだけだったんで、まあやっぱり、なんかね、すごい不安なところがあるとか、あとは、多分もしね、超音波の検査が必要だっていう時は、先生からね、お話があると思います。これは、必須ではないと思います。で、最後に、まあ自分がやったの注射なんですけど、まあこれはだいたい2000とか2500円くらいからで、まあビタミンの注射だったり、まあね、栄養分の注射が、とか、まああとは口中の投与とかになりますね。まあそういうのがだいたいね、1本で2000円ぐらいかかってきますね。だいたい病院に連れてくってなったらこんぐらいで、手術になったらまたね、病院ごとに結構お値段変わってきちゃうんで、まあそれはね、もうお問い合わせしてもらうって感じで、お願いします。まあでもだいたい、まあ1万円ぐらい、自分は毎回1万円ちょっとはかかってたって感じですね。病院に連れて行くときは。まあこんぐらいのお値段をね、考えて爬虫類病院に連れて行くのがいいんじゃないかなと思います。まあでもやっぱりね、爬虫類の病院がね、まず少ないんで、まあね、近くでね、見てもらえるところっていうのは確保しておくべきなんじゃないかなとは思います。やっぱり長生きしてほしいですからね、ペットには。はい、まあこんな感じでね、今回は病院代がだいたいいくらかかったりするのかっていうのをお話ししました。まあ、もしね、これはもう爬虫類飼ってる人の参考にしかならないと思うんですけど、よかったらチャンネル登録、高評価お願いします。それじゃまた次の動画で、バイバイ。